これで君たちが知りたい歴史については知ることができただろう。これにどう向き合うかは君たちが決めることだ。一つだけ忠告を。君はこれ以上劣人と戦わない方がいい。なぜだ？君は私の血を取り込んでいる。そのせいで私がかつて結んだ誓約の影響から逃れられない。その状態で彼らと戦えば君の命は遠くないうちに朽ち果てる。なあそれってジークフリートにかけられた呪いのことか？それは呪いではない。誓約に背いた代償だ。かつて私がこの島のアバロンに住む竜族と交わした誓約のな。それは神竜である私がこの島に住んでいたアバロンの竜族を生涯傷つけないという誓い。その誓いが破られた時、アバロンの竜族の爪と牙、肉体のすべては私の命を蝕む猛毒になる。これは私の推測だが、劣人はおそらく島に住む古き竜族、アバロンの竜族に連なるものだ。故に神竜の血を持つ君が誓約の代償を負ったのだろう。なるほど。だから傷自体は小さくともここまで悪化したわけか。でも目には傷を負っていないってお医者さんも言ってましたよね。それなのにどうして？それはおそらくアバロンの竜族にとって目という器官が重要視されてきたからだろう。彼らにとって竜が目を失うことは己の魂と力を失うのと同じらしい。そうか。ファフニール、この呪いを解く方法はないのか？さっきも言った通り、これは呪いではなく代償だ。誓約を破った以上、代償を払うのは当然のことだが。まさかとは思ったが、君もアバロンの竜族の血を継ぐ一族の出なのか？あいにく俺は自分の出自について何も知らなくてな。私の血が混じっていて分かりづらいが、君を構成する肉体からかすかにアバロンの竜の因子を感じる。だとしたら少しだけ
竜殺しと二人で話をさせてくれないか。随分と抽象的だな。すまない。基本的に竜とは本能で生きているがゆえ、言葉で語るのは得意ではないんだ。この辺りが限界だな。再び理性を失った私を抑えるのは骨が折れるだろう。理性が残っている今のうちに封じるがいい。もういいのか。竜殺しに伝えるべきことは伝えた。あとは彼次第だ。それに獣の私はどうあれ、今の私はかつてアバロンの民を守ると誓った神竜だ。守るべき楽園はすでにないが、その子孫たる君たちを無意味に傷つけたくはない。そうか、わかった。ありがとう、ファフニール。お前が語ってくれた真実は、二度と闇に埋もれさせたりはしない。そうか、バンとマイルズが。残念ながら彼らは我らを裏切った。人としての自我を失ったとはいえ、同胞を傷つけるなど。やめろ。それ以上彼らを責めてはいけない。しかしメレアガンス様、彼らにとって俺たちは志を同じくする同胞ではあるが、血のつながりのある家族ではない。彼らはあの村で自分たちの力だけで居場所を作り上げていた。家族も友も仲間も。俺は彼らを受け入れるべきではなかった。彼らは自分の力で呪縛から解き放たれていたのだから。彼らはすでに自らの命をもって償いをしている。償いを見せた以上、俺たちは彼らの思いを受け止め、
安らかな眠りを祈るべきだ。これから俺たちにとって本当の戦いが始まる。その上で君たちに改めて伝えておきたいんだ。死んで勝つくらいなら逃げてでも生き延びろ。どんな手を使ってでもいい。一人でも多く生き延びること。君たちには自由に空を駆ける翼がある。島を出てしまえば君たちを脅かす者の手は届かない。お言葉ですが、メレアガンス様、俺たちはあの時から同じ道を歩むと誓った同志。何があろうとも俺たちはあなたと運命を共にする覚悟です。君たちの覚悟は分かっている。でもそれでみんなが散れば俺たちの血はそこで途絶えてしまうんだ。たとえ負けても生きて血をつないでいく限り散った同胞たちの意志は残る。そのためにも無意味に命を捨てる真似だけはしないでくれ。もちろん君たちの思いは分かっている。当然負けるつもりはないさ。だからみんな俺と一緒に戦ってくれ。フェードラへの真実を白日のもとにさらし、俺たちが奪われた全てのものを取り戻すために。やあやあ、メレアガンス、素晴らしい演説だったね。モーガン。わ、嫌そうな顔。僕、一応君の恩人なのにな。嘘でもいいから歓迎しておくれよ。愉快だったな。君のあれ、もしかしなくても彼の真似だろう。なるほどなるほど。君にとっての悪は王様じゃなくて彼の方なんだ。うるさい、黙れ。おお、怖い怖い。ごめんって。もうからかったりしないから。それで今世の騎士団長はどんな選択をすると思う？父親をそそのかした君たちを抹殺するか、それともあのお優しい彼のように冷たく暗い土の底へ隠してしまうか。君はどう思う、メレアガンス？やっぱり君も彼と同じ道をたどると思うかい？彼らがどんな選択をしようと俺たちのやることは変わらない。君は嘘が下手だね。仕方ないよね。
君の祖先である竜族は最も争いを嫌う竜だった。だからこそ最も早く種が途絶えてしまったんだろうけど。俺のことはどうでもいいが、我らがそう愚弄する発言はいくら恩人であろうとも許さない。おっと、これは失礼。バカにしたわけじゃないんだ、決してね。だけどもともとは君だって祖先と同じように争いを拒み平穏を求める性質だったはずだ。ヨゼフまでの時代はともかく、今は息を潜めてさえいれば真っ当に生きられたんじゃないかい。それなのにわざわざこんなに大きな騒動を起こすなんて、命をドブに捨てるようなものだよ。君は勘違いしているな、モーガン。過ちを正さない限り同じ歴史は何度でも繰り返される。そう、何度でも。俺たちの最大の望みは確かに生きることだ。だけど偽りの中で生きていたって仕方ない。俺たちは嘘偽りなく生きたいだけだ。他の人々と同じように何も偽らず、何も怯えることなく、争いを避け続け運命を受け入れても、あの日以来いつの時代も俺たちは理不尽な死から逃れられなかった。だから俺は戦うことを選んだんだ。抗って、抗って抗って、この地に、人に、歴史に、俺たちの居場所を取り戻す。そこはフェードラッヘの民を皆殺しにしてでも居場所を奪うくらい言ってもいいんじゃないかい。そんなことできるわけないだろう。俺たちはあいつらのような虐殺者になり下がるつもりはない。竜の矜持と烈人の誇りにかけて無意味に命をもてあそんだりはしない、絶対に。なんだ、つまらないな。楽しい舞台になると思ったのに。メレアガンス、私はね、退屈が一番嫌いなんだ。だからせめて滑稽に、無様に、道化らしく最後まで踊っておくれよ。退屈だけはさせないでくれたまえ。悪趣味な妖精め。君に言われずとも、一度舞台に上がった以上は最後まで演じきってみせるさ。
そなたたちから聞いた、かつてフェードラヘを救った烈人という亜人、そのことを聞いて一つ思い出したことがある。思い出したことですか。だが今から言うことは正式に記録されたものではない。あくまで兄上から聞いた話だ。実は一度だけフェードラッヘはヒベルグライフに兵を送ったことがあるのだ。それは初耳です。公式なものではなく兄上の独断で行われたものだったからな。ヒベルグライフとフェードラヘが長年断交状態であったことはそなたたちも知っているだろうが、そんな状況でヒベルグライフがフェードラヘを頼ってきたことを兄上は重く見ていた。そこで兄上はヒベルグライフの真意と状況を把握するため少数の兵を派遣したのだが、国境で待ち受けていたのはヒベルグライフ兵と敵対していたはずのアルバノルム兵だったらしい。その報告を聞きヒベルグライフがアルバノルムと結託しフェードラッヘを落とし入れようとしていると考えた兄上は、以降援軍を送らなかった。その通り。だがここにもう一つ理由がある。唯一帰還した兵の話ではヒベルグライフとアルバノルムの兵は竜に転じる力を持っていたそうだ。まさかその二国にも烈人がいたと。兵の証言だけで確証はない。その兵も帰還して間もなく受けた傷がゆえんで命を落としている。兄上がどこまで真実を知っていたのか今となっては知る術はないがな。それがあったからヨゼフ陛下はヒベルグライフに援軍を送らなかったんですね。その後結局ヒベルグライフは滅亡して今はアルバノルムが領地を統治してるってことか。その件に関して烈人が本当に関与していたか知ることはできません。ですが今現実としてフェードラッヘは奴らによって危機にさらされています。今考えるべきなのは過去のことではなく現在起きている問題をどう対処するかでは。確かにパーシバルの言う通りだな。烈人への対処だが、わしはできるだけ犠牲を出さぬ形でことを収めたい。民はもちろんのこと、烈人へ対してもだ。
無論彼らが国の民を傷つけフェードラッヘの地を襲ったことは許せん。だが彼らはかつてのフェードラッヘが犯した過ちの被害者であり、彼らの気持ちも理解できないわけではない。わしは今のフェードラッヘを治める王として過ちを償い、和解の道を探りたいのだ。相変わらず甘い考えをお持ちのようだ。陛下がどうお考えであろうと、烈人が国を脅かしている以上、民にとっても国にとっても敵でしかない。そのような存在と和解など民も納得はしないだろうし、烈人側もそのつもりはないでしょう。私もパーシバルと同じ考えです。仮に和解ができたとしても、烈人によって村や町を壊された民は納得しないでしょう。それどころか、烈人と和解することによって陛下への不信につながる可能性もあります。当然それも承知の上だ。だがいずれにせよ、烈人の存在は民に公表すべきであると思っている。フェードラッヘの過去も含めてな。にわかには信じがたい話だ。信じる者も少ないだろう。しかし彼らが再び闇に葬られるのは、かつてのフェードラッヘが彼らに行った過ちを繰り返したくはないのだ。陛下、まずい、竜の気配だ。陛下！失礼します。先ほど城下町で突然竜が現れたと報告が。城下町だって、もうそこまで入り込んでたのか。まずい、今は各地で激化している竜の襲撃の対応に追われていて、王都内の防衛が手薄になっている。町の人たちが危険だ。みんな頼む、力を貸してくれ。俺は城に残り警戒を続けよう。お前たちは町の方を頼む。お願いします、ジークフリートさん。
にかく住人たちの安全確保と避難が最優先だ。俺と団長で竜の注意を引きつける。その間に住人たちを安全な場所へ誘導しろ。ああ、行くぞベイン。おう、みんなこっちだ、急げ。こっちもか。どっから湧いて出てくるんだこいつら。ジークフリード、城の状況は？問題ない。むしろ城には竜の気配が近づく様子が一切ない。おそらく狙いは別に。任せません。やはり直接傷を負わせずとも敵対する行為自体が制約に背いたと判断されるか。だが、ジークフリート、無理をするな。こいつら相手ではいくらお前といえど。いや、問題はない。あと少しで掴めそうな気がするんだ。一体何を。引け、ジークフリート。内側から俺を食らおうとするもの。なるほど、これがファフニールの言っていた。
竜殺し、君は一度竜化しかけたことがあるだろう。なぜわかった？君の中にある私の血が活性化している。君は今何がきっかけで噴火するかわからない火山のような状態だ。君が生来竜族の因子を持っているのなら、君を脅かす流化や制約の代償を抑える方法が一つだけある。君の肉体に宿る竜族の因子を覚醒させ、私の血よりも優位に立てば、おそらくは。ただしこれを機に竜化が進み獣になり果てる可能性もある。成功したとしても人には戻れない。だが何もせずとも流化は進み、代償によって命は蝕まれる。そうだな、ファブニール。否定はしない。なら俺の答えは一つだ。俺は少しでも可能性がある方にかけたい。教えてくれ、ファフニール。竜の因子とやらを覚醒させるには何をすればいい？竜の本能を受け入れろ。竜としての本能が因子を覚醒させる。完全に覚醒した因子が肉体と馴染むことができれば、制約の代償にも流化の恐怖にも苦しめられることはなくなるだろう。その時獣になり果てるか、人としての自我を保てるかどうかは、君の心と魂が受け入れられるか次第だ。竜の本能、湧き上がるこの衝動がそれか。一体何が？貴様は。ああ、お前は話せるのか？ならわかるだろう。竜は本能で生きている。なるほど、これは確かに説明しづらい感覚だ。これをつかむまでに随分と手こずったが、これ以上お前たちの好きにはさせん。来い、まとめて俺が食らってやる。
ジークフリートさん。すまない、加減が分からなくてな。ジークフリートさん、もしかして目が。ああ、完全に見えているわけではないが、ある程度は戻ってきたようだ。体に問題はないんだろうな。今のところはな、むしろ以前よりも調子がいい。今のうちに民の避難を急ごう。すぐに追撃が来る。おかしい。さっきから竜が襲ってくる気配がない。確かに邪魔はされてるけど、一匹も襲っては来ないよな。よし、この先の広場を抜ければ王城は目の前だ。ランスロット様。お前たちどうしてここに。おめでとう。ずいぶんと遅いから途中で全滅したかと思ったが。メレアガンス。なぜお前がここに。なぜ。誘導されたことくらいとっくに気づいていただろう、岸団長。王都で何かあれば民は全員城へ避難させられる。城に行く道はいくつもあるが、多くの道はこの中央広場を通り抜けるしかない。だから竜は王都の外周から現れたのか。ここへ全ての民を集めるために。その通り。途中で想定外の事態もあったようだが、素直に従ってくれて助かった。
皆、長い間ご苦労だった。もう身分を偽る必要はない。ここにいるすべての者に見せつけてやろう。国が犯した罪の証しを。さあ、開演の時だ。主役が現れるまでの間にどれだけの民の命が見捨てられ、何人生き残れるのか。お前はどう思う？白竜騎士団団長ども。ありがとう。この竜の数に加えてこれだけの民がいる状況ではさすがに厳しいか。奴らの目的は陛下をここへ引きずり出すことだ。一人でも民に犠牲が出れば民の混乱はさらに強まり、陛下も黙っているわけにはいかなくなる。陛下の恩義を守るためにも絶対に民の犠牲を出すわけにはいかない。思ったよりも早かったな。喜べ、みんな。主役の登場だ。陛下、なぜ来たのですか？あなたにもしものことがあれば、フェードラヘは。
よい、ランスロット。分かっておる。だが、民を人質に取られている以上、わしだけが城の奥に閉じこもっているわけにもいくまい。そなたがメレア・ガンスか。お目にかかれて光栄です。歴代の中で最も無知なる王、カール陛下。そなたの言う通り、わしは多くの者に対して無知でありすぎた。しかし、無知であると自覚しているからこそ、すべての真実を受け入れ、過ちを正すと決めたのだ。こたびの騒動について皆も混乱していることだろう。しかし、皆に知ってもらいたいことがある。彼らは本来敵ではない。元は我らと同じフェードラッヘの民だった者たちだ。彼らは国を救った英雄だった。命を懸け、人を超えてもなお国のために戦った。しかし、かつてのフェードラヘは彼らを悪として断罪し、歴史の闇に葬ったのだ。彼らが恨む気持ちもよくわかる。すべての責任は我が王家にある。すべての民を、そして烈人たちを恨むならば、どうかわしだけにしてくれ。わしはかつての王たちが犯した過ちを正し償うためならば、どのような罰も受け入れよう。実に滑稽だ。ファフニールは肝心なことを教えなかったらしい。全ての責任は王家にある。ああ、そうだ。お前たちが元凶であることは間違いない。だが、私たちがいつ王家だけを恨んでいると、民には罪がないと言った。それは、あんたたちはいつもそうだ。上辺ばかりしか見ずに、都合のいいことばかり言う。根幹を理解することなく、目の前の情報だけを真実だと思い込み、綺麗事を並べ立てて、そして最後には手のひらを返し、都合の悪い存在を消し去ってきた。あんたたちの常套手段だ。違う。
わしは本当に。お前が本心からそう思っていても周りも同じだとは限らないだろう。例えば殺気を消しされていないそこの副団長や竜殺し、ウェールズの坊ちゃんと、それから巨色で塗り固められた鎧まで継承した誇り高き騎士団長殿、そこで人ごとのように見ているお前たちに教えてやろう。私たちはどこからか都合よく現れた存在じゃない。フェードラッヘという国が多くの実験と研究を重ね作り上げた兵器、それが烈人だ。フェードラッヘが烈人を作った。だが国も無から生命を作れるような技術があったわけじゃない。何かを生み出すためには必ず相応の素材が必要になる。その協力者こそがお前たちの先祖、300年前のフェードラッヘの民だ。今こそ全てを語ろう。どうやって我々が生まれ、何をされてきたのか、我々が経験した全てを、フェードラッヘという国の真の姿を。